SKE48 ユニット曲特別公演対抗戦、最初の公演に出演した9人のメンバー、C2021 ベスト、リンクドット。11月26日、名古屋、堺にある SKE48 劇場で、SKE48 ユニット曲特別公演対抗戦がスタート。赤堀君恵、井上瑠花、平野百歳、入内島良、鎌田夏樹、倉島亜美、菅原真也、伊藤美希、西井美桜がステージに立ち全11曲を披露し、公演終了後には、アフタートークを行ってセットリストについて語った。写真、猫耳をつけて、天使のしっぽを歌う菅原、入内島、伊藤。SKE48 ユニット曲特別公演対抗戦は6人の6期生メンバーをリーダーに、SKE48 メンバーが抽選を経て6チームに分かれて劇場公演を実施。ファン投票を行い、優勝チームには番組出演や特別公演などの特典が与えられるという企画。イベント最初の公演となった、鎌田がリーダーを務めるチーム、素敵な私たちの公演は、メンバー4人が戦隊ヒーローのような衣装に身を包み、ステージ脇の扉から登場するという、SKE48 の楽曲の中でも少し変わった、愛のルールで開幕した。鎌田が赤、赤堀が橙、井上が緑、伊藤が黄色のヒーローになり曲を歌っていると、途中で平野、入内島、倉島、西井が幼稚園児、菅原が先生に扮して乱入。1曲目からステージ上にチーム全員が顔を揃えた。自己紹介の MC を挟むと、2曲目からは7曲を連続で披露。井上、平野、倉島、菅原、伊藤が万華鏡で凛としたパフォーマンスを見せると、フィンランドミラクルでは赤堀、入内島、西井が獣耳をつけて現れ、4曲目は平野と倉島がキュートな衣装で、ここで一発を歌うなど、メンバーの可愛らしさを客席にアピールした。すると、今度は、でもでもの涙で鎌田と菅原が切ない世界観を表現。続く、制服レジスタンス、井上、平野、西井、では、アフタートークで、めちゃめちゃ憧れていて、もしできなかったら卒業するときに卒業セレモニーに絶対入れようと思っていた曲なんですよ。今までの自分のイメージを変えるくらい激しくかっこよくやってみようって3人で話して、と語っていた井上が出色のパフォーマンス。普段は、可愛い、イメージが強い井上だったが、この曲ではクールで、かつ少しセクシーさもあるダンスを披露、今までの自分のイメージを変えるくらい、という振り返り通り、新たな一面を見せていた。テクスト、猫耳をめぐる鎌田の采配に菅原、やってんなー、3分の2。123。